さあ今回は人気シリーズキングダムスタイルな感じで王国を防衛していくミニマムな王国運営シムスローンフォール遊んでいきます。さあ早期アクセスがね始まったばっかなんで、それに関するね文言が最初に出てますけど、遊んでいきましょうか。まあ現在のスローンフォールはね短いゲームですよと、まあアクセスアリアクス中にどんどんコンテンツが増えていくよと。プレイします。で、まあ、固定、まあ、こういろんな特典を追加したりね、こうミューテーターって難易度上げたりすることで、まあ、同じマップでもね違う感じでプレイできると。でこのマップはまあ練習用チュートリアルなので、まあ今回ふさわしいんじゃないかなと。さあまずね操作で、キーボードだと WASD で移動できて、で攻撃これ自動ですね。近づけば攻撃できる剣とか、まあ、弓の場合はねもう、射程内に入れば勝手に撃ってくれると。でこう今拾ってるお金を建物に入れていって、まあ、軍隊雇ったり防御の施設を作ったりっていうところがキングダム的な、まあ、シンプルなシステムだ。資源はお金しかないんでね、その点で言うと。だここにお金を入れていくと、スペースキーで、でさらに強化してみたいな、この辺はねまさにキングダムな感じですね。で、まあ、夜に襲撃されるんで、そこもね、狙ってますけど、まあ、このゲームはね、まあ、横スクロールじゃなくて、まあ、こう高低差があったり、入り組んでたりするので、その点で、まあ、どう守っていくのかと。まあ、ただ配置は決まってるので、まあ、優先順位とかね、あるいはまあどこか一箇所だけ強化するみたいな。で、まあ、敵がね、来るので、こうスペースキー押して、長押しで、これ敵をね、倒せる準備できてよってことで。でもシンプルにこう上からね、撃っちゃいましょうか。まだ来る？お金取りに行こうかな。で、スペースキーでね、こうやって、このキャラの場合、近接で攻撃することもできます。まあ、時間がね、かかるので、一発やったらこの上の、サークルが終わるの待たないといけないですけど。へいへいへい。で、まあ、攻撃されるんですけど、まあ、体力上にあって、これもね、自動回復するんで、そんなに気にしなくていいと。夜が明けて次の日6人ってなってるんで、またね、強化していくんですけど。で、右上のスコア。まあ、このハイスコアを競っていく的なところもあるので、まあ、最初見たあの挑戦とかね、あの辺が意味持ってくるんですけど、で、これ家作ることで、人口はないんですけど、まあ、この収入、毎日のお金の収入が増えるんで、まあ、これによって、ま、人口が増えてお金増えるみたいなイメージによって、どんどん稼げて、まあ、防衛施設が置ける近道になると。で、これね、毎日3枚のコインが追加されるかな。これ、いい経済が成功の鍵ですよと。これね、生き延びた家、まあ、壊されなければ朝に少しのゴールドをもたらしてくれますよ。守りましょうと。まあ、このマップはね、こう上から撃ってれば全然余裕なので。とりあえずここからね、撃ちまして。えい。で、お金がほら、やってきてます。3枚ですね。3件で3枚なので、1件1枚。で、次は15人とね、数が倍増してまして、ここにね、矢倉を作ろうと。そしてもう一個上にもありますね。これをやって自動的に、迎撃してもらう。で、今のでお金なくなったんで、ちょっと待ってみて。まあ、王はね、ふさわしく、下がっときますか。あんま、王は攻撃しない感じでいきたいけど。こう来るの上からね、こう2箇所から撃って、なんならオーム撃って、で、登ってくる敵を撃退していく。で、まあ、これ攻撃されるんでね、破壊されるまでは安全ですね。で、ちなみにお金取りに行かれてもやってくるんで、そんなに気にしなくていいですね。で、敵が次25人、一気に増えてます。で、この城の中心部を強化しようと。これね。この、
小さい3個のやつありますけど、これが増える。ちょっと UI 上げるか、てか。UI 上げてみましょう。UI の拡大。ああ、はいはいはい。あ、お金とかが増えるくらいか？お金的の数。あ、でもこの文字も拡大されますね。まあでもその辺ならいいかな。はいはい。まあミニマムなんでね。蒸発少なめです。まあ中心上げましょう。これ、まあ今2択から選べますね。追加の効果。キャラクターの HP が増え、攻撃力が増える。ともに 1.75 倍。あるいは毎朝レベル1の家が自動的にレベル2にアップグレードされる。勝手にね。で、キャラクターの HP は 50% 上昇にとどまると。強くなって敵撃退が良くなるか、まあ、経済的なとこ。お金使わなくても家が上がる。はいはいはいと。まあ、ね、強くならないと。バトルオブキングですから。で、ここ弊社がありますが、まあ、今日は無理で。で、ちなみに家の強化は、2枚です。毎日2枚節約できると考えたら結構大きいよね。で、ここにはこれ、ね、農場だね。これもお金関係。で、こちらまた家。で、家作るとここにまた家が増えるよって予想が、予想というか、その後の動きが出てるんで、何を置いたら拡大するかっていうのをこう見ればわかりますね。さっきのここの強化であれば、この3つが増えるみたいな。さあ行きましょう。強くなったこの王が、一人で行ってきますよ。おらおらおら。一撃ですわ、ミニチュアに言うと。体力も上がってますから、気にしなくていいね。ほら。打ち漏らしは任したぞ。で、次25人ですね。で、あなたがどのようにゴールド使いたいか、防衛か経済か。で、ここに壁作ることで、壁が破られるまでここで守れるとか、できますが、ちょっとまあ経済にしてみようかな。で、農場も作ります。で、改良型の、クワか爆発ラップ。これが破壊されると大爆発するよと。で、農場はね、結構前にあることが多くて、まあ、このマップの次のところでも前目にあるんですけど、おとり的なところでも行けるみたい。まだ収入を増やすでいいでしょうね。だ、家もあんのかな？家はないんかい。なかったですね。で、ここ。で、左上書いてありますけど、お金とハートね。さあ行きましょうか。で、明日弊社とか置けばいいから多分まだあるはず。もうこのようにね打っていけばいいですから。ほら、さあこんな感じでね、王で守っていって、さあ敵弓が増えますね。で、ああ、来てます、来てます。これ、弊社で、戦ってくれる部隊ですね。で、遠距離攻撃に対して強い騎士。早くて強力ネットに、で、速い敵に対して追加ダメージを与える槍。弓には弱いと。で、最後、フレイル。あの、ハンマーメイスですね。まあ、攻撃範囲が広い歩兵で、まあ、フレイルにしてみようかな。で、左コントロールで、このユニットをね、こうやって、範囲内に入れれば、こう連れていけます。で、話しますね。で、この子たち敵来ると、突っ込んでくんですよね。弓部隊でも突っ込んでくんですけど、これをね、コントロール長押しにすると、さっき基礎書いてあったよね。地面に円が現れるまで少し長めにコマンドボタンを押してくれと。こうじゃなさそうかな。部隊に位置を固定する目で合わせる。部隊を配置するとき、あ、こう、あ、こうか。で、こっから動かないよと。ちょっと試してみようかな。動かす、まあ、弓部隊とかならこっちの方がいいよね。あれなんか門とかがあればですけど、門の周りで戦うように。そうしてみるか。この子たち別に遠距離に強くないから。まあいい。ここに置いときましょう、一旦ね。
で、防衛タワー、家、あるいは兵舎の強化。こちら8枚なので、さっきの門がね、鬼門でしたね。もう、経済に振るしかない。あ、おお、マジで危ない。こっち行こう。おお、いっぱい置ける。それぞれ強化できるんで、やってないですけど、もうね、タワーも強化できます。行きましょう。これで動かないか。あー、この命令あったんだね。はいはい。行け。突撃しろ。あ、動かないな。あ、いた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 。この探偵もなく動かないってことだもん。そんなのはね、さっきの命令は。あれ使っていけば結構、いい戦いできそうよ。まあ、フレイル1も行ってもらって。よし。で、部隊死んでもね、新しく兵舎からやってくるので、そんなに問題はない。で、この子たちの、じゃ数増やすか。これも選んでる部隊が、増えるくらいですね。で、補充速度も上がるので、死んでも大丈夫と。で、真ん中もうなくて、じゃあここの塔も上げよう。攻撃力アップ。で、今これが最大だね。まあもうね、敵が我々を倒すことができないですから、ちょっと引きとこうかな。これいきます。共に戦おうパターンね。あの弓をもう一度出したいけど無理か。さあ行くぞ、撃ってるよ。続け続け。いいねいいねいいね。そうか、離すタイミングを遅らせることによって敵のど真ん中でやらせられるんだね。さあ最後の夜です。協力ネットが4体、上げとこう。まあ舞台はもう無理だし、塔も上げたしね。あと壁が上がるかどうかかな。壁上がんないか。じゃあまあ残ってますけど、まあ関係ないね。行きましょう。あれはもう数でもっていくしかない。桜橋越えようかな。よいしょ。さあまず2人をね、全軍で倒すと。なんなら一人で倒せそうだけど。よいしょ。さあ行け全軍よ。よし。さあこの2番持っていくに見えますストラテジーゲームですね。スロンフォール。で、ミューテーターが、まあ、挑戦なので、特に今回なし。で、あ、そう、レベルってのがあって、今回使ってた、あの、歩兵、フレイヤー、フレイル。あれも最初はいないですね。最初は剣と槍だったので、ちょっとね、まあ、この最初のシュズルで、経験者としてのね、コンテンツを見せようかなというところで使いましたけど。復活する剣、得点が与えられるか。へぇー。ここでいろんなものが増えるんで、守りやすくなっていくし、守り方も変えられると。防衛ターンの新しいアップグレードパスが解除。燃えるアブラは多くの敵によってスプラッシュダメージ。スプラッシュって範囲とか、なんか、こう、衝撃的な、なんて言うんでしょうね。まあ、多くの敵にダメージ与える的な感じだよね、近くの。かぼちゃ畑。高いけど、収入待機高い。で、こんな感じでレベルアップボーナスを受け取りながらね、新しいマップに挑戦していくと。さあ、ここで、まあ、得点をね、ふんだんに使って、武器も、まあ、こっちの光の槍で、いきましょうか。で、前回この復活の指輪、毎晩超高速で復活する特
店、そしてかぼちゃ畑、収入が多い畑ね。まずちょっと復活でバンバン戦ってみたいなと思うんですけど、城の中心がはるかに多くのヘルスポイントを持つと。で、攻撃範囲も広い城の強化で、自分が強くなる。まあでも強くなったら死ななくなっちゃうんで死にたいよね。で、城の強化か、これタワーの強化、悩ましいね。城にしようかな。これ両方がね硬くなって負けづらいと。クエストありますけど、まあまあまあ、とりあえずはね、1,2,3 と順番にパパッと遊んでいきましょう。さあ、このマップは敵が攻めてくる方向が大きくて、まあ、前回のチュートリアルの次にしては結構ね、まあ、難易度が上がるマップで、まずこっから正面の道から敵来るので、超復活するね、このキャラで挑みに行きますか。で、最初はまあいらないんで、収入なんて。じゃあ逆だね。防衛なんていらない。収入がいる、収入が。そしたら収入しかいらないから、ここで収入確保して、いきます。おら。おら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 。城の中心も強くなってるんだね。よし、余裕。王というか、もう猛将みたいになってるけど。で、次右上から8人ですね。やや多め。タワー、いやー、ここ畑なんだよね。で、畑爆発バージョンとかいいと思うんで、まあ生き延びたら収入、生き延びなくてもこれ右の方で爆発トラップで大ダメージ。敵はもう絶望だね。何したって死しかない。ちょっとこっち置くか。畑の収入を信じて。で、こっち側安全なように見えるんですけど、まあ川向こうからもやってくるんで、いろんなパターンの敵いますからね。まずは一発。おら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 。でもちょっと早めに死んどきたいな。どんなもんか気になるもん。あ、そっから撃てるんだ。おー、壊せた。任せた、今してたのか。まあでも敵結構死んでたよね。で、こう2体しかいないですけど、これなんか早くて攻撃力高い敵来るんで、あれ結構ねうざいですね。で、下から来るので部隊が両方向にありますから、7枚か。上げれるな。今、舞台を置けなくて、1段階上げないと舞台は出てこないから、ここはね、行っちゃおう。で、家が自動的に強化。こっちにしようかな。まあ、自分の能力上げるのもいいんですけど、まあ、死なないことにのみ、ちょっと重きを置いて。まあ、家いっぱいね、出ますから、勝手に上がっていくのは大きいね。残りはまあ、塔にしようかな。で、あれ爆破で勝手に死なんかな。あ、いけるか。あ、いけるね。畑が、わしの畑が、やめろ。こっちは違う。よし、一個残った。打撃値紙なんでね。あー、でもこっちになってくるか。おとりがないから、ルートが一直線だね。さあ、壁です。家が勝手に上がっていくんで、家の数もしっかりと把握しながら。で、舞台ですね。弊社を出すか。矢倉置くか。ここまた爆弾。弓いたら意味ないか。弊社置きましょうか。何がいいかなと。フレイルはでも1個行きたいよね。まあ、騎士にしようかな。シンプルに強い。で、家を増やしましょう。
で、この1個は畑に使って、ここはもう俺も置けないね。あ、置ける？あ、置けないか。ここか。絶対やられるんだよな。よし、弓を潰しに行こう。いや、まずあれか。順番出てくるパターンか。いや。レベル脇死がやってくれる。問題は、下だね。畑が潰されてんな、明らかに。ここで死んどこうか。あ、いいね。騎士が一人。ナイス。いい働きだ。表使わそう。領域 84% 保護。まあ、畑がね。畑をそもそも作らないみたいな方式なら、もうちょい守れるけど。ここはタワー作っちゃいましょう。ここがなぁ。これなんだっけ、ここタワーだっけ。作るか、ちょっと。この畑がね、一応収入源なんだけど、ボコボコです。で、壁置いときましょう。兵舎も置いちゃいましょう。こっち弓ですね。で、前回覚えたね。部隊をとどまらせるという方向ね。で、ロングボウは安全な距離から敵を一方的に撃てる。で、クロスボウが高いダメージが出せる。これロングボウです。で、ロングボウ難しいな。まあ、とりあえずこのままいっちゃいましょうか。まあ、15クル。これ危な。これなかったら死んでましたね。じゃあ、ここで王が死ぬというパターンいってもいいんじゃないかな。おらおらおら。あんま知らない。これ建物に結構ダメージ与えてくるんだよね。OK。 一直線に来てるんで、こいつはね、嫌なキャラですね。さあ、これさらに外側に壁が作れるんですけど、その前に強化か。家増やして、毎晩の家強化あるからね。あの畑は爆弾だしな。ここ上げるのも手ですね。まあでも、あの、さっきの敵はここの畑来てなかったから、おとりとしての機能は割と低めに感じたよね。これ若干足りないか。あげるか。よし、ここの畑を知る気で守るぞ、みんなで。まずは一発。よし。あ、1秒早っ。あ、しかもそっからえ、もう不死身じゃん。あー、10秒だったなるほどね。伸びていくと不死身ではなかった。1回目でも1秒っぽいか。はい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 。なるほどね。結構じゃあ自由に戦えます。もうちょっと火際を考えた方がいいけど、中盤あたりで一回死ぬくらいのイメージかな。で、左上から開きます。あれがね、川向こうからのやつですね。20枚。ああ、いけるけど。どうしようかな。ちょっと弓でも増やしたい、ここは。ああいうの対抗ですね。で、この畑絶対持つから置いて、
で、ここにもちょっと爆弾、まあ、今日に限って言えば価値があるか。いや、カタパルトとかね、遠距離が多くなってくるんで、あんまり意味をなさないと思うんですけど。家か、家増やそう。多分全部の家が上がるほどの日数はないから、この辺ちょっと上げとこうかな。で、ちょっとロング棒をね、どっかとどめるとかしてないんですけど、ちょっと、ここにね、壁ができるので、その時には入れてみよう。叩きをやめろ。そう、弓じゃないから何もできない。あげましょう。ドン。次、四季最大ユニットが強くなり、ユニットは回復する癒しのオーラを持っています。全体的なダメージが上がります。まあ、1人を 75% 上げる、絶対全体の方がいいので、ここはね、指揮官です。で、指揮するとなんで、率いてるとって意味ですけど、まあ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 。で、壁はこれ部分購入パターンですから。まだ弱いね。で、ちょっとじゃあ試してみる。4人だけ試そうかな。全員だとちょっとバランスが怖いから。この子たち、まあ、降りるかな、ここで。弊社もあるから、いずれはいけると思うんですけど。ここにね、こうやってとどまらせる。始めましょうか。敵がここら辺とかに来るんであれば十分いけると思うね。あ、いいね。守れ。このタイミングの死は全然ね、有効的な死、戦略的死だ。よし。あ、で、帰っていっちゃうんだ。毎日はめんどいな。それはめんどいわ。で、もうこれまさに全方位嫌ですね。壁作んないとな、少なくとも。でも真ん中もないね。より壁を強化することができるけど、これは今ではない。で、ここに実は兵舎があって、これが行かれてるんですけど、これ弓なんですよね。で、クロスボウを置いて、まあ、飛行ユニットは下から来るからあんまり関係ないので、これを、そう、まあ、毎日ここに連れていく。ここが最上位になると思うんで、そうそうでいいね。で、ここに、まあ、騎士はもういるので、フレイルかな。で、フレイル上げ。まあ、これ自由に行ってもらって。で、とりあえず、固めて、こっちの壁開けた方がいいんですけど、まずね、外側の壁から上げましょう。ここは実は一番攻撃されるんで、まあ、正面の敵とかね。あ、違う違う違う。え、そんなことなる？で、家を置こうかな。あ、待って、兵舎ってまだある？これ。あ、ん？あ、そうだよね。まだあるね。あ、そうなんだ。これはいい情報ゲットした。前多分2段階しか、1段階目、2段階目しか上げてなかったから。今日から言えば1段階だけか。はい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 。これはこの数でもってね。だからさっきの強化、指揮官強化がめちゃくちゃ効いてくる。行ってきますか。やや、我こそは一騎打ちを、保証も行け、かかれ。今だ。よし、いよいよ弱いところ行こう。弱いところ、ロングボウが出待ちしている。
で、あれはまあ、撃ちにしなくていい。いけ！で、こいつの周りでは回避できるから、ちょっと、いい感じに。ナイス。いい感じにね。雰囲気で戦ってもらって。さあ、上から30、右から30、下から30、90。我が軍殺す気ですね。本気で。これめんどいな、ここ。ちょっと強いけど、クロスボウ強いけど。そこにでもいたら多分死ぬんで、絶対に。100% 死ですから。こうね。で、ちょっとじゃあ数がね、多いから、こっちも数よ。数イズパワー。見せましょう。4枚何できる？ 4 枚でできることは、家の強化。でも家結構上がってきたんで、多分上げなくても良そうですよね。5枚。塔はもう剣のかな。これ何これ？バツマーク。あ、それが爆弾か？どっかないかな。ニュートーン。でも空き地がないもんね。あとは強化しかないか。いやでも使わないのはもったいないから、じゃあ爆弾畑でもあげとこうかな。生き残る術あれにはないと思うけど。さあ数も増えた我が軍は、めちゃくちゃね、戦えると思いますよ。まずはかかれ。いや、いいね、いいね。数が、すごい数が。で、舞台と共に戦うことを意識しよう、今は。で、しかも死んでもいいから、舞台を守るために死んでもいい。不死身の指揮官。うわ、もうそがまかした。あー、やばい。味方いないけど。もう上もただ、行き過ぎじゃない、ちょっと。援軍を。クロスボウこうなると位置が低すぎるからね、ちょっと。あー、いや、出過ぎなんだろうな、舞台が。どっちかっていうと。誰より前にいたら結構おかしいな。難しいな、クロスボウの位置。とどまらせんでいいかな、というか。配置は変えるけど、ここにはいないみたいな。そっちにしようか。ちょっとあの位置だと、効率がね。で、次、弓50。まあ、でも正面から一点突破型ね。今45枚あるんで。で、ロングボウ増やしの、次は、クロスボウ増やしかな。いいか。今回は別にそのまま行ってもらって。どこを強化しようか。まあ、ここも上げといて。ここ、正面がすごいだけでそんなにだった気がするから、こっち上げようか。最終防衛ラインだからね。3枚がむずいけど、まあ、畑かな。よし、さあ行こうぜ。全方位から来る場合クロスバー下げるけど、今回の場合においては好きにしていく。痛みやすい。まだここよ。ここなら一回死んでもいい。我が軍の勢いにビビってましたね、敵軍は。ああ、で、ここあれだね。これ最終決戦前の最後のやつだ。わかりやすいね。本拠地もないもんね。
舞台はもうほぼほぼ最後クロスボウぐらいか。ここ上げといて、クロスボウとあとはタワーだね。タワーも2段階あるから、これで、めちゃくちゃ硬い。まあ狙われるから硬い方がいい気がするけど、射程が長いバリスタで燃えるやつに関してはちょっとここではない気がする。で、まあ、バリスタでもここに置いてもあんまりないか、囲まれるから燃えるやつにしてみるか。いや、カタパルトが来た時にここのバリスタなら撃てると思うんですけど、他のだとどうかなっていうので、ちょっと位置を考えつつ、相手の前線から攻撃力高いと置いていきましょう。よし。で、これはもう一瞬で折れるんでね。これ気になるな、これは。全然わかんない。わからんまま終わった。さあ、これ全方位から大量の敵軍が来ます。クロスボウ持っていこうか。で、まあ、ここに置くだけですかね。ロングボウと同じようなイメージで出てくるくらいで、とどまる必要はない。最終決戦。上から20の歩兵、10の飛んでくるやつと速いやつとカタパルトが2。最終の1個前かな、これ確か。どうだっけな。カタパルト、あ、でも9個とかあるから、最終決戦目か。バリスタ。工場兵器、他の大型の敵に焦点当てている。ダブルバリスタ。で、言うてこの辺曲げといてと。4か、4残しは、よくない、畑かな。さあ、備えろ全軍。敵多いぞ。一歩も引くない、一歩も。さあ、おこんなとこに置けたのか。衝撃の事実が。あ、ほんとだ。ありましたね。壁とかちなみにないもんね。壁があったら一番嬉しいんですけど。ちょっと一旦点検だね。まあ、お金的には無理ですけど。あ、でもあそこくらいか。オッケー、始めよう。お、強いぞ。一撃じゃん。やる。ちゃんと狙えればじゃあ。正面からか。もう死ねない。オッケーオッケー。気にするな、気にするな。こうはあまり戦えないが、今回は。よし、倒したぞ。次だ、次。バリスタいいっすね。カタパルト硬いんですよ。一撃とはね、まさかの。それ以外にはもう向かなくていいくらいの。来た来た来た。油油油巻いてる油。で、あー、ここを届かんか。ここやっぱバリスタでよかったかもしれない。いけ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 。やるな。今だ。よしよしよし。次は上かな？たまらくいいか。上からも来るぞ。あ、あんな上の家が、そんな、まさかの必要だね。よし、終わりか。もう外側のやつ全部破壊されたけど、何かがまだいい。探しに行ってみるか。奥側になんかいたりする。なんか撃ってる、なんか撃ってる、なんか撃ってる。正面だ、正面。ずるいぞ。油断させてきたのか。おお、やべやべやべ。いや、おお、でもおとりにね。
まあ、クロスボウ建物破壊されたけど舞台残ってたんで復活はできなかったけど問題なかったね。ハイスコアに、おお超えていく。お、新しい武器じゃない？違うか、暗殺者の訓練。レベル2の城の中心部の強化で攻撃ダメージが大幅に増加。あー、自分をより強化できる感じか。建築家の評議会、城センターアップゲートからの建築家オプションはすでに解除されています。ゲームの初期段階で選択できる建築オプションが増えることを意味すると。カカシ製粉所の新しいアップグレードパネル。カカシは強力な対空攻撃。なんで引きつけるとかじゃなくて。おお、新しいやつ来てますけど。製品版からやっと遊べる第3ステージ。荒野っぽいマップですかね。武器は今回弓に戻しましょう。で、特典は、前回復活の指輪使ったんですけど、まあ、1秒で復活できると。まあ、ただそれしか効果ないんで、まあ、そんなにかなっていう。まあ、この城の防御施設、これは欲しい。で、近接じゃないんで、また倉庫いらないとして。ユニバーサルインカム、これ行こっかな。まあ、一応前回最後の方は待ってましたけどね。特段なんかいいのもないかな。まあ、この秘術の塔くらいかな。悩ましいですね。まあ、秘術の塔にしてみるか。強化に守り。で、弓ね。まあ、一応槍で行った方がいいみたいですけど、まあまあまあ。何度だって遊べるんでね。さあ、どんな地形なのか。なんだろう、どう変わった。敵がどっから来る？明日から来る？兵が来る？この狭い道で戦うのかな？上もでもありそうだよね。開始地点って今の場所だけだよね。なんか広いなぁ。これどんな王国が作れるんだろう。あと騎兵か。よし、島作りましょう。ここ作れるな、ここ。あ、金庫ね。金庫は高い種に生み出しますよと。時間とともに減少する。ああ。枯れていくんだ。あ、それこっちめっちゃ作れる。この上に何か作れるな。これ塔か。まあ、収入系だね、次はね。まあ、家。基本的なとこ行ってて、ここ金庫じゃないじゃん。だね。3枚なら防衛かな。こっちに兵舎ってことは、わあ、こっちに壁ってことはそういうことよね。で、あっち上もあるな、にしても。待って、すごい広いな。あ、ここ兵舎。はいはいはい。あ、あの弓の音はいいかもしれない。畑。製粉所。いや、一気にレベル上がった気するね。で、ここに3個あるな。なんだこれ。あ、でもここを通るってこと？敵が。家。ああ、はいはいはい。金庫ね。悩むね、これね。まあ、今日のこと考えたら、ここが割と守備には使えるけど。まあ、ここかな。で、爆発ラップね。破壊されたら爆発するんですけど、遠距離いたら意味ないよねっていうところで、今日強力な対空攻撃。これかな。まあ、対空がロングボウとかしかないから、あんまりないんだよね。お、撃てる、ナイスナイス。これは硬えぞ。あ、それ登れるのか。やばいやばいやばい。これは結構大変な。うわー、強いな騎兵。
カージナルのゲームですけど、難易度の上昇はすごいよね。で、次、左ね。まあ、来る方に拡大していくのが、手っ取り早いね。畑やっぱおとりなんだな。18人か。兵舎置いた方がいいかな。これは近接か？置いてみよう。弓か。遠距離人に対してボーナス。こっちはどうしよう。まあ、畑をあれ爆発か、ね、対空かでやればいけるけど。こっちから空軍来たらめんどくさいな。まあ、でもクロスボウ。威力を信じよう。で、一のお金余らせんのもったいないから、上に行って畑を作ってこよう。こっちちなみに壁もありそうかな。畑めっちゃおとりに見えるけど。ここら辺は？あ、でも違うんだ。壁ないんだね。へぇー。だいぶ大変な戦いになりそう。これ長期戦だね。行くぞ。待機させればよかった。まあ、あっち大丈夫でしょ。ボンが、まあまだ大丈夫だけど。上もやられてる。あ、ナイスナイス、よかったよかったよかった。よーし。いや、これは大変だ。で、ゴール、均衡いいね。一個はフルの状況で動かせるようにしたいな。7枚なら行ってもいいよね。下から剣、右上から弓部隊。畑が終わる。どうしようね。まあ、塔を作るか。で、ここの塔もいるね。畑は死ぬと思う。お金、いつやろうな。で、下から来るんでしょ？で、ここの強化もしたいね、拠点の。騎兵はなんとかなるかな、あの二つで。多分なんとかなるとして、でも騎兵の方が機動力高いから先に到達すると思うんだけど、先にあっち戦ってこよう。14でしょ。まあまあまあ、いい。ある程度減らしとけばなんとかなると思う。よし、あとは任した。あ、まだ、オッケーオッケーオッケー。よし、アクロスボウも来てるね。そういえば配置変えとけばよかったね。忙しいな、だいぶ。クロスボウの位置を条件によって変える、把握と。よし、で、塔で守りきったね。で、また銃はでも少ないね、あっち側ので。上から来る。下じゃあ均衡作ろうか。いや、ここ上げることもできる、7なんで。そしたら7残りするでしょ。で、敵がね、多分下通るはずなんだよね、ここ上にあるってことは。登っては来れるだろうけど、まあ、ここは作ろう。いや、ちょっとまだ想定できない。金はこっちに置くメリットは今回別にないよね。下側置いた方がいいかな。次の時に強化するという状況に持っていこう。じゃあ舞台にしよう。問題は何がいいかだね。フレイルがいい気はするんだけどな。騎兵はでも、速い敵に対して追加ダメージっていうところではいいと思うんだよね。
遠距離あっちの奥側から来る。兵舎まだでも増えないかな。二つしかないんで、これだと。だいぶ少なめになるから、多分、拠点の許可で増えると思うんで、あっち側に騎士が置ければっていう感じで、やりだね。この判断間違ってないでしょ。で、クロスボウも連れていこう。はいはい、おいでー。どうしようね。とりあえず連れていくだけ連れていくか。え、待てよ。ここで一緒に迎撃させてあげればいいか、別に。待っててくれ。よし。こっち先にちょっと潰そう。全然いけると思うけど。よし。お前ら、我が社引いてくるからな。やっぱ、わあ、でも上来るね。戦うことになろうとは。連れてこればよかった。簡単には引かんぞ。誘導すれば拠点が撃ってくれる。やっぱ、いやー、つい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 。よし、まあまあこうなったら引けばいい。戦線が広いから前より難しいですね。守りづらいね。壁が少ないとしても。よし。でめっちゃ入ってくる。もうこれはもう当然入れましょう。で、毎回強化。暗殺者の訓練。武器の特別な能力を最後のクールダウンが終了するちょうどその時に使うことができる。キャラクターの攻撃ダメージが 100% 増加。ちょっとこれいってみよう。次20ね。下からなんか新しい丸っこい爆弾みたいなやつが来るみたい。あ、壁置けんじゃん。壁置けたらこっちの、お!バリケード!早い敵、つまり騎兵に強いと。はいはいはい。まあ今回来ないからいいや。あ、壁ここも置けるよ。しよし、ないっすね。ちょっとこれ弊社、あらららでしょうね。さすがに弊社増えるでしょ、これ。ない?畑ばっかだなぁ。あ、壁か、まあ。まだ畑の方が嬉しいかな、それなら。あ、弊社置ける。これ弓だな。あー、なるほどね。どうしよう、ロング棒か?あ、なんか増えてるよ。まあ、でも今回呼び来ないから、金庫でお金増やしちゃって。まあ、壁でしょうね。壁バリケードじゃない?同じで。壁ですね。バリケードですね。上にある以上って上回ってくると思うんで、あんまり意味ないかもしれないな。兵舎置こうかしら。まあ、ロングボウですかね。クロスボウを、まあ、あ、兵舎あったな、今。これは歩兵だね。じゃあ、こっち側はだいぶ独立で戦わせる感じになるな。いきます。まあ、壁あるからね。から撃ってくる。ああ、止まらせればいいか。よし。いつか大口だそうだね。まあ、やっぱ爆弾だね。うわー、金庫が。あの爆発はできる限り、そこの壁とかでとどめないと。嫌ですね。右上から弓30、左上から突撃隊。
はいはいはい。お任せあれ。こうだね。畑作るか。あれ確か対空だったよね。じゃ爆破トラップ。で、収入源がいろんな方向にあることによって多少破壊されても大丈夫という状況を作っていくと。アベアチェミそんなにいらないね。ここはでもいるか。あの一個前のとこは必須だよね。ここの家何ここの家は一体何を想定してるんだろう。どうしてほしいんだ、それで。危な。銃か。まあ、ここに置く必要はなさそうだね。舞台持ってこうかな。それこそ。ここは効くと思うな。7で上がる？ああ、足んないか。これ何がいいんだろうな。全然あまりね、来てないから、わかんないけど、遠距離じゃない気するんだよね。フレイルか。この舞台上に持っていって、あ、ここいいね。今回関係ないから、まあ、家の強化もでもないし、はいはい、塔はだいぶ置けると。畑あったよね、確か。畑でいいや。なんかいっぱいあるな、この辺も。ああ。はいはいはい。まあ、これは、本当はカカシがいいよね。まあ、爆発か。これはでもね、2回目以降で、対空をどこに置くかっていうのは、多分決まってきますね。今だとあんまり、決めかねるね。で、この子たちには、この守備を任せよう。この辺かな？狙いだとしても、弊社遠いので、問題はない。まあ、新しい皇族が、まあ、あっち側で多分、とどまって、気はしないと思うけどね。やってくれるんで。よし。任したぞ。30の弓舞台を倒しに行こう。弓にはこいつら弱いからね。うわっ、よいしょー。よし、弓は弱い。うわっ、おお、やられたんだな。やられたこと、あ、でも帰ってきた帰ってきた。あれ？明日から来たのか、じゃあ。次、わー、左、あーと下。これはなるほど。壁を守る全力で。さあ、こちら、強化すると来ましたね。だいぶでも近い。だいぶ近いな。すぐじゃない。まあ、これフルで置いていって、12か、クロスボウ増やすかな、じゃあ。で、金がなくなってきたらちょっとね、ボーナスが減ってくるので家とかあげといて。あー、爆弾来るのね。右下のあれは無視していいから、ちょ、爆弾止めに行ってこよう。たとえそれで死のうと。任せるぞ。上は任した。頑張ってくれ。上行こう、上行こう。でいいよ。最初自分の攻撃力特化なんで、ああいう特殊な任務には向いてると思うね。戻れ、大丈夫？戻って。そこにいんの？そこにいるんだね。ここの子だよね。ああ、じゃあそこにいるんだな。まあ、それは戦略的な位置ということで。これ上げていいと思うな、ここは。
上下でしょ。下は多分守れるんで、上でしょ。上上げてみないと分かんないもんね。家の、あ、指揮官系。わ、でもこれ指揮官難しいな、今回は。移動速度速くなるとか、でもユニットだもんね。全体でも、数多いから全体でもいいか。ここで個人を上げる。まあ、高くなってるか強いけど、そんなんじゃね。総合の火力面で。あ、で、じゃあ右上も来るけど、まあ。なんとかなるでしょ、期待でいきまして。ここは何にもないのね。あ、こうやって、あ、移動できるんだ。はいはい。それ結構重要な情報。あ、上げれないのか。どうしような。12なんですよね。まあ、その、ここはいらないと思うな、わざわざ。右上だね、今回は。突破されるとも考えづらいよね、ただ。あげとこっかな。難しいな。どこを使っていくのか、全然、決めかねる。まあでも収入がいいよね、とりあえず。3なら新しい、何かしらのものか。まあ、プロかないと思いますけどね。で、どれが一番うざいか、って考えたときに、そうだな、でも全部同じか。ちょっとここの舞台にでも連れていかないと。まあ、上ですよね。で、下は今いる既存部隊とでいけるから、最前線に出っ張っていくと。まあ、さっきとどめの守り方で、ある程度来るでしょうけど、それ自体は、部隊がいるから大丈夫で。よし。右上を速攻で壊滅させて、真ん中を守っていれば、真ん中に左上の敵が来るだろうから大丈夫と。へい、よいしょ。あいつが死ねばもうザッと。あ、爆弾来る。あ、上から回れんのそれ。ズルじゃない。また流した。倒したか。さあ勝利勝利。あとはこっち。お、いいねいいね。オッケー、ナイス。また来るか。今回来ないね。じゃあ戻して、わ、右上騎兵35。地雷とか置いた方が変じゃない、もうこっちちょっと止めよう止めよう。騎兵か。じゃあ兵舎増やして強化して。こっちよね、問題ね。あの数をなかなか対応できない。これ爆発だっけ。かかしたらこっち爆発だね。ん、これこっちこっち別なの。あ、そう、あ、そういうこと。どうしような。まあ、なんもないね。35か。ここだけ。ちょ、まだ考えよう。ね、できたら、他のとこは勝手に防衛してくれないとってとこなんで、そうだね。あんまり、見てらんないですから。残りの分は持っていくか。まあ、噛み合ってもしょうがないね。5と7。いや、これ両方上がるね。よし。で、じゃあ、ま、ここに作っといて。ま、1残すか。
うわ、しまった。掘れると思うね、ここに。まあでもゆっくり来る分、全然あまり脅威ではない。いや、あの上さあれは想定通り回れるけど、ね、よし、ちょっと一旦移動しよう。他の戦線が不安だ。あ、でも全然す、あ、本拠地なんかすごいことしてるな本拠地がすごい、本拠地が驚きの。さあ、危なかった、下側が。お、ナイス。さあ、いかにいろんな戦場に顔出せるかみたいな。左上から来る、うわ、左下すごい、下下下、今いたとこ超大群だ。左は別に勝手に放っといてもいけそうだね。ついてくるかな、どうだろう。まあ連れていこう。この戦いだいぶ重要よ。壁上げよう、壁勝ちで全部上がるね。まず壁が突破されないこと大事で、爆弾を止めに行く。で、カタパルト、カタパルトがやってくる。前回カタパルトへの対策はね、もう済んでまして、できる限り前の方にバリスタを置くと、多分ここで多分足りるはず。バリスタですね、最高バリスタ。正解はバリスタで、あれなんかあるな、壁か、この壁嬉しい。ああ、いや、壁じゃないか、バリケード。まあいいと思うけど、そんなに重要ないと思うので。どうしようかな、10か、なんか上がる、16。あ、こっち上げようで、家増やしたらいいね。さあ、ここが3なら全て、あ、上もあるか。上に対しては残ってる部隊で何とかしてもらう感じで、まあできたら顔出すくらい。まずは下側を潰す。全力で出てくるな。で、多分バリスタ撃ってくれたはずだね。爆弾のタイミングこれ嫌だな、後から来るんだね。あれ気にしんでもいいか。ほん、うわ、すごいすごい、やばいやばいやばい、なだれ込んでるぞ。オッケー。いやー、ここに壁欲しいね、ここないんだけど。下から35体の突撃隊のみ。じゃあ連れてきまーす。ここ受ける、ここ、これで多分大丈夫、数的には引いてきてほしいけど。で、下から来るやつらに対してはこう壁でしっかりと防衛して、で、29枚余ってますね、コインが。もう城はないので、あともできる限り全て上げていくためのお金作りなので、ちょっとここはね、まあ防衛も振るけど、極力、まあ少ないお金で収入を増やして、で、まあ次じゃ関係ある方ですね。一番前になんか点があるんだよね、あっち。向かうとしますか。あと、あの壁上げてもいいね。あー、まあ、いや、でもあんま意味ないか。まあ、ダメージ与えなんで一応置いときます。で、壁上げといて。これ、まあ、主要な防衛のエリアにはね、強力な壁があって。
16、あと10枚ね。で、今回、空はないんですかね。ここはちょっと、より良い畑を置いて。よし。で、まあ、守れると思うんで。こっち側、まあ、極力真ん中で守りましょう。いけるな、この圧倒的な守備力が。こいつらを食い止めてくれるよ。よし、あれはいいや。こっち側行こう。こっち側強力な敵は12体だっけな。目はすごいなってる。やばいやばいやばい。畑爆弾、畑を守れ、畑を狙わせるな。よし。いやー、やっぱ強い敵大群もしんどいね。結構破壊されたね。うわー、さ、すごい来るぞこれ。もうフィナーレ級のいきなりですがで、敵のこのね、カタパルト軍に対しては、3個ね、こうバリスタで対応する感じになる。で、あんまないので、そうですね、まあ、1個で守りきれると思うんだけど、ちょっと不安ではあるな。どうしようね。ここでも多分破壊されちゃうよね、ただ。なんとかやってもらうしかないか。どこ、まあそうだな、ここまで引いてくる方がいいか。バリスタ結局バリスタで、歩兵軍団の強さでいこう。こっちは多分行かなくて大丈夫。急にしてこれでにするしかないね。上から来るのは早い敵ばっかり。お、まあ強い敵も来るけど、その数自体はあまり重要ではない。で、問題は右上から来る部隊で、爆弾が10個あるから、爆弾に関しては右下と右上から来るんで、右上止めた方がいい。私一人が頑張るときが来ましたね。任してくれよ。守れるかな。いや、これ、なんかリザルトとかリプレイ的なやつ欲しいな。戦線が広いから。見るのが大変だよね。よし、よいしょ。いや、他どうなってんのか超気になるんだけど。爆弾最初じゃないんだ。いや、じゃあいいかな。あ、でも来てない来てない来てない。で、ここ以外なら実は炭鉱、金鉱山が使って移動できるんだけど、ここが一番やばいからな。結局ここにいざろう。はい、けれないですね。痛い。チェック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 。来てない。動いてないね、舞台が。上から来たとしても動くと思うんだけど。ついチェックチェックチェック。あ、一応動いてるか。あ、でも舞台こっち来てるな。めっちゃ撃ってるめっちゃ撃ってることは分かるね。ただもこう上と下側だけか、問題は。じゃあでもここでもプレイヤーがいないと一番弱いから、バリスタも置いてないし。こっちは、いやでもまだ規定の敵来てない。あ、来た来た来た。
これ倒せば終わりだな。10個10個10個あ、多いな10個。ああ無理、止めらんない。別に引き立ったとあいつが爆発するわけじゃないからね。ここは出なくてよかったな。こっから復活するでしょ。あと、もう最後だ、これで。よし。めっちゃまだ撃ってる。あ、上まだ、おぉ。おぉ、で、部隊が帰ってきてる。すごい戦いがあったんでしょうね。あ、で、勝利か。最終戦の時、直前だけやってみたいな感じになりますけど。いやー、激戦だった最後。さあ、銃剣、重い剣。遅い近接攻撃、範囲ダメージ与える。これ敵の強力なやつみたいな感じかな。あれに近そうだよね。神々のローション。回復が早くなるね。あー。一個は欲しいね。さ、最終戦ちょっと下でもやってみたいね。またちょっと変えればできるし。いやー楽しいマップでしたね。広いね。で、これが、アリアクセス最後。フロスティ。さあ、ちょっと槍で行って、このね、城の防御施設。そして、壁の設計図で。壁等を固くして、防御施設を強くして、これで弓と悩んだんですけどね、迅速な近接攻撃。これで敵部隊を一気に倒す方がいいんじゃないかな。これ回復もできるんでね、しかも。これで行ってみようと。弓でもいいんですが、敵の大群をあれで削っていけば、多分ね、最初はめっちゃ楽なんじゃないかなと。港をいつ作るかね。港最初お金にならないから、ちょっと。家に券。で、もう槍の力でいきます。この技で回復もできるから、あと最初の城の強化で暗殺者とか引けば、だいぶ耐えれると思うので、で次大群でしょ。でこう塔とこっち港を作ろう。さあサクサクといきましょう。でまず一発与えて、回復してターゲットを取りながら殴ると。これボス戦もだいぶね、雑魚を退けれるんじゃないかなと。これ港から入ってくるんで収入が。で、作って。これ4。こっちが4。同じか。ここちょっと難しいかな。だいぶ痛いんでね。塔と壁硬くなったんで、多分いけると思う。やめられる。うわ、近づけない。 OK。 で7ね。ここでね、強化しよう。で、暗殺者ダメージを 100% 増加。ここで行ってみよう。
で、いい感じに倒して。しっかり行く。なんとか家には来させないよと。塔だけならスコアが痛むだけなんで。オッケー。この家は守ったね。で、港が順調に増えてて、これ、倍にしてもいいですね。3から6。まあでも、兵舎もいいか。ここにロングボウ作ろう。クロスボウにしたけど、近づかなくて済む。ロングボウで。ちなみに、カリドたち。怪物に対して迅速かつ効果的、近接戦闘での自己防衛能力はまずまずの、遠距離に弱いと。怪物に対して、ね、これ気になるよね。これ、ここかな、ただ。ロングボウ。怪物、今回の怪物なんで、割と良さそうな気はするんだけど、ちょっとこれ試したいっすね。こっちから遠距離来るけど、まあ、こっちの奥側で戦うから別に気になんなくて。か、まあ、拠点側に置くか。ちょっとやってみよう、カリドたち。で、ここね、港守れれば最高なんだけど、空部隊が来るから、ちょっと嫌で、家でいいかな。どんなもんかな。まあ普通の弓か。近接もできる弓ってな、まあ、クロスボウの上位互換とも考えたいけど、ダメージはまあ低めだよね。このユニットもちょっとね、増やしてきたんで、一戦やってきたんでね、その成果がこいつらなんですが。で、次、空でしょ。だここ上げといて、収入上げる。これ、近接で、弓作ろう、弓。ここに、ロングボウにしようかな。で、ちょっと連れて行って。港がね、いつもやられるんだけど、ここ守れるかな。いや、ルート上なんだよね。だ、港はね、ちゃんと機能すれば最高の収入源で。ここちょいとくか。守れればいいんですけどね。自分がロングボウなら、あの遠距離とかもだいぶいけるんですが。いや、狩りの早いね。OK。あ、これいける、これいけるわ。余裕ですね。あと、ロングボウ来てくれてるね。ちゃんと。この数増やせば問題ない。近接は剣士とかいるけど、槍だね。槍部隊を増やして。速い敵を一掃してもらおう。で、次は、はいはいはい、ラムとかね。で、塔は全部1段階だけ上げていくシステムで、堅牢に守ろう。これ上げてもいいな。10、2残しか。うん、そうだな。どうしようか。ここでも重要だもんね。ポイントとしてすごくいい位置なので、上げて、ロングボウ勝手に来てくれそうですけどね。よし。ダメか。で、このクロスボウには弱いんですけど、最終戦で関係ないと思うんでね。よし。出るけど、あれダメだな。クロスボウが強すぎる。
で、ここは多分来ないから、金庫置いて。別の金庫にテレポートってあるけど、あるのかな？ちょっと、行ってみる。多分ないといけないね、それが。どっかにそうだな、じゃあ。で、ここはね、壁が欲しいところ。ないので、塔で押さえる。港を作りたいけど、まあ、なしかな。で、ちょっと槍だね、槍。速くて強力なユニット。速い敵に対して追加ダメージ。射撃ユニットに弱いですがのやつを今回は、モリモリにして。ユニットもない、あったーん。置いとこう。だ遠距離はね、もう塔とかで削る。だけですかね。よし、さあ行け。あ、いいよいいよ、強い強い強い。死んだとってよ。あんまり回復しないな。さあ、飛んでくるやつがいっぱい。港を守りたいね、下の。具体的には守りそうかな。ここ上げるのはでも次でもいいんだけど。まだ壁あるし、今回でいいかな。待って、今回やるとすると、ロングボウ増やすとか、その辺か。射撃場だよね。いや、ここはこれとロングボウの強化でいって、まあ、ここはさすがに指揮官かな。全体的なダメージの上昇には抗えないですね。で、こうやって多分本拠地は守れるから、問題は前線なんだけど、まあ勝手に行ってくれるかな。ただ奥側に行くかもしれない。そういうこっち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 。とどめれなかったですね。さあ、建物全体が硬いわけじゃないから、弱いとか弱いままだね。で、大軍が来るけど、壁とで守って、で、まあ、漏れては来ないやね。どうだろう。置いとくか。破壊されそうだけど、普通に。この辺は今回ではないね。だからここ、こっからでもそんな来ないから、港をね、使って。で、壁もまあ先でいいでしょう。研究しよう。近接体制がいいんじゃない？敵めっちゃ近接の大軍なんで。これ勝てるぞ。いや、壁になるからね、ちょっと置いて。ここかな。さあ、では、ちょっと軍連れてくるか。でも基本的には、軍はね、
放置で行けるのが一番。さあ、あれ、うん、あれさ、ルート変わんないか、大丈夫。あ、ルート市場って言ったくらいか。まあ全然大丈夫かあれ。任せたちょっと、こっちはめちゃくちゃみんないるね。せめて壁を取ればよかったかな、こっち。いい感じの鳥になって、あのライムだけめんどいかなっていうところで、こっちから来るな、ある程度。だいぶこっちから来るぞ。よし、こっち来てほしい、こっち。あー、なるほどね。まあ、守れるは守れるか。違うもかったね。こっちは大一人で十分よ。で、ここで来ました、最前線システムね。ここが結構ボス戦では重要だったので、仮面まだ上げんでいいかな。さっきルート変わっちゃってたから、ここはもうね、やっとかないと、どうせ意味がなくて。あとの4枚でもう拠点はもう最高だもんね。あとの4枚別にいいか、使うとこなくて今回はね。ちょっと健康でも、こんな前線にあっても無理だよな、どうせ。よっしゃ、家2軒だね、家2軒。で、こっからも連れてきますが、でも前線の家、あ、ここもあんだね。まあ、この辺の家は将来的な壁要因なので、前側ほど上げて、なんか変なとこいるな、一人。こっち来れないんじゃない、あいつ。よし、でちょっとでも、まあいいか、抜けていくんだよね、右から。もう打って出るしかない。それでそれで、あれめっちゃ右抜けてくんだよね。うわ、一気にやられた。いやー、ここやっぱ前線守備むずいね。普通にこっちにこもってもよかったか。建物は途中の破壊しないからね、ルートがめんどくさい、あいつは。さっきから軍動かして致命的になってるから。動かさないでいいかな。最終的に重要なのは数だね。戦いは数が決めるので、88いけるかな。まあいけなくてもいいや、他に使えばいいね。
ユニットはちょっと先に上げきろ。よし。で、これは完全守備でいいでしょう。こっち回っ、こっち来てくんないかな。ちょっと誘導しよう。こっちこっちこっち。いやー、マジで興味ないんだな、そこの拠点にね。で、物理耐性つけてるんで、これ OK で。みんなそこ行っちゃうね。クロスボールか。ちょっと時間稼がないと。援軍を。ナイス。オッケー。さあ順調じゃない？あと2日以上あれば全然守れる。ああお。あでもいい、そこ袋工事よ。おとりになるから頑張って。よし、今援軍が。ここの強化すればもっと持つから、今のおとりプレイナイス。下の敵はブンで、お、あ、もう来るのか。想定より早いな。壁上げよう。最後もできる限り守備力。でここの塔も大事。で軍は余力があればだけど無理だね。16、うーん、塔はでもどんどんやられていくと思うので、軍で16で9でしょ。残り9だとちょっと強化の幅が狭すぎるかな。いけると信じよう。ここで塔を5個強化するか部隊増やすか。ここでも塔の強化つけてきてるから、そっちをちょっと信じたい。でここの直線ルートが一番やばいんですが、まあ、この湖近くが一番殴られるから、しっかり上げて、あ、ここの壁ね、まあしょうがないでしょ。これでユニットの配置はいじらないです。来るぞ。港破壊されちゃ、まあ別に意味はないか。任せ、うーん、ちょっと削っていきたいな。で、向かい向かい向かい、早く削った方がいいから、ちょっと槍でね。
次右かな、右だね。そう、軍に任してやるんですか、ザコはね。できる限り、本体を叩く、これが今回の戦略、戦術。回れ回れ回れ、左で左、弊社が、あー、もうちょい近く、よし、あれ一応左やつで、右右右、真ん中だっけ、うわ、弊社がまずい、守りきれなかった、削って削って、まだ壁はある、真ん中以外だよ、真ん中来るから、これ最後にあるか、 あでもあとでも一貫のかな、多分左の壁はまだまだ、できる限り出せないよね、でも真ん中でしょ、あと真ん中だね、いけいけいけ、誤差任せれそう、よし、やってやったぜ、左下の陥落は早すぎたね、ただね、終わり、勝利。さあ破壊はこの辺とね、海、湖周辺、いやー、いいリベンジできましたね。でさらにもっとね、あれも弊社安高くなるのか、強化とか入れれば楽になると思うんで、騎兵かな、馬を、あ、早く自分のか、さあとりあえずクリアねしてリベンジできましたね、これで全ステージクリア、まだこのオーカントリーとかありますけどね、とりあえず一旦ここにして、いや、いいリベンジ戦でしたね、ちょっと難しかったですが、まあ、舞台の配置はまあいじらずね、単純に
遠くから撃てるロングボウとちょっと試してみたね、狩人。あれちょっとリスキーでしたけど。で、まあ、槍でね、めっちゃ攻撃する。あれでちょっと本体を削っていくと。で、他のとこはみんなに任せてね、強化された壁と塔でしっかりと、おおむね守りきったんで、真ん中だけやられてたけど、あれはもうしょうがないとこなんでね。家とかは強化に入ってないし。なんとか、本拠地殴られつつね、守りきってリベンジ完了。まずはクリアと。